に枝康之君、枝君。おはようございます。公明党の枝康之でございます。まず冒頭、台風15号、19号など一連の豪雨災害で、お亡くなりになられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。本日は、この台風19号で、甚大な被害を受けた福島、宮城両県の委員会視察を踏まえまして、私の方からは質問をさせていただきたいと思います。まず大臣にお聞きをさせていただきます。今般のこの台風15号、19号による一連の災害では、各地で甚大な被害が発生したわけであります。政府においては、この復旧復興のために予備費の使用を決定し、さらにこの補正予算を編成する方針と伺っております。今回、視察しました宮城県丸森町では、この台風19号による公共土木施設や農林施設をはじめ、農作物被害、住宅被害、商工業等の被害はまさに甚大で、被害総額はこの403億円以上に上っており、今後も増え続けるということでございます。この激甚災害指定や、また災害救助法の適用はありますが、国の財政支援の対象とならない経費が膨大に上るわけでありまして、この一般財源所要額は27億7400万に上ると言われております。標準財政規模が丸森町は約51億円ということでございますので、体力をはるかにこの上回っているということであります。このままでは復旧復興が不可能であるということと、財政破綻も懸念されるということから、東日本大震災の時のように、100% の交付税措置が図られる制度や、また関連産業に対する一括交付金制度、さらには熊本地震の時も創設させていただきましたが、取り崩し型の復興基金の創設などですね、特別の措置を強く要望されました。このことに対して、武田防災大臣の、このお考えを お聞かせいただきたい。被災地ではですね、被災地には心配をかけない、また地方負担の最小化に、この総力を挙げると明言をしていただきたいと思います。武田国務大臣。我々も丸森町を視察に行きまして、さまざまな意見を賜ってまいりました。やはり我々がこの復旧・復興に対して常に考えていかなくてはならないのは、各自治体が財政問題に臆することなく、心配することなく、全力を挙げて復旧活動に臨める体制をバックアップする、このことではないかと思いまして、10月18日に19号による災害を特定非常災害に、そして29日は激甚災害に指定することをまずは閣議決定をいたしました。また被災地の生活再建となりわいの再建に向けた対策パッケージを取りまとめ、8日には1316億円の予備費の使用を閣議決定いたしました。この中で例えばグループ補助金につきましては、宮城、福島の事業者に対しまして、一定要件のもと5億円までの定額補助を行い、また農業支援につきましても1日も早い営農再開のための総合的な対策を講じるなど、できることはすべて行うとの方針のもと、被災地への支援策を講じてまいりました。加えまして、当該パッケージに関わる地方負担についても、総務省において適切に地方財政措置が講じられるものと承知をいたしております。さらに現在、総理の方から、災害からの復旧・復興と安全・安心の確保を第一の柱とする、新たな経済対策の取りまとめ、に向けた指示が出され、早急に取りまとめるべく作業を行っているところであります。今後とも顕在化する課題には、スピード感を持って万全の対応を取っていく、補正予算により切れ目なく財政措置等を講じることで、被災自治体と一体となって、被災地の復興復旧に全力を尽くしてまいりたいと思います。委員長、枝君。ありがとうございます。この被災自治体が、
安心して復旧復興に集中して取り組めるように、この特別な財政措置のこの実現をよろしくお願いを申し上げます。次に住宅の被害認定について、またその支援についてですね、お伺いをさせていただきます。今般の台風15号による被害を踏まえまして、住宅被害に対する支援としては、災害救助法によるその応急修理の対象が、この一部損壊で損害割合が10% 以上、20% 未満の場合にまで拡充されました。このことは画期的なことであり、大変高く評価をしております。半壊に至らなくても、修理しなければ進めなくなった場合を支援の対象に位置づけたわけでありますけれども、この被災者生活再建支援法による支援金の給付など、各種の被災者支援を受けるためには、その市町村が発行する罹災証明書が必要で、この罹災証明書に記載される被害の程度の認定が極めて重要なこの意味を持ってまいります。で、この住宅の被害認定基準につきましては、この地震、水害など種類、この災害の種類ごとに、これは運用指針が定められておりまして、水害による一時調査では、この浸水による被害認定基準により、例えばこの床上1メーター以上、1.8 メーター未満での浸水は大規模半壊とされておりますけれども、浸水がこの床上1メーターに達しなくても、この壁が傷んでしまって住めない、半壊以上と、大規模半壊と判断すべき場合もあると考えられるわけであります。このように、第一調査でのこの被害認定基準によるこの判定結果に不服がある場合は、第二次調査や再調査を積極的に依頼することができるということを、周知していく必要があるわけでございますけれども、このことについて政府の見解をお聞きいたします。内閣府青柳政策統括官。お答えいたします。被害認定調査の結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであり、被災者の生活再建において極めて重要であると認識しております。ご指摘の被災者が第二次調査等を依頼することが可能であるということについては、被災自治体を対象に開催した説明会、あるいは累次にわたる通知によって周知を図ってきたところでありますけれども、直近では11月の21日、先週にも具体的な広報の方法も含めまして、改めて通知をして、周知徹底を図ったところでございます。被災自治体の方では、これらを踏まえまして、罹災証明書を交付する際に、第二次調査等を依頼することが可能であることを伝えるといった取り組みを行っていると聞いております。今後も引き続き周知に努めて、災害対応に努めてまいりたいと考えております。江田康之君。しっかり取り組んでいただきたいと思います。次に、この中小・小規模事業者に対する支援について、経産省にお聞きをいたします。今般の台風15号、19号による1年の災害を踏まえて、政府は、この被災者の生活となりわいの再建に向けた政策支援パッケージと取りまとめたわけであります。このパッケージには、この中小・小規模事業者の支援として、東日本大震災、また、平成28年の熊本地震、30年の西日本豪雨で実施されましたグループ補助金、また、昨年の北海道胆振東部地震などでも実施されました、この小規模持続化補助金が、盛り込まれたわけであります。で、そしてこれらに加えてですね、今回新たに、この自治体連携型補助金による支援を行うことが、盛り込まれました。このことは大変この高く評価できるわけでありまして、このグループ補助金と、そしてまた小規模持続化補助金の間を埋める、さらには広く適用されるという意味において、大変重要だと思っております。この自治体連携型補助金につきましては、この予算規模が52.9億円、補助率は4分の3。等々ということでございますけれども、制度設計など、まだ詳細が決まってないと伺っております。グループ補助金や、この小規模持続化補助金と比較して、どのようなメリットがあるのか、使い道があるのか、また、実際に補助を実施するかどうかや、また補助率の上限の具体的な制度設計は、各都道府県の判断に委ねられているということでありますが、
まあ、被災された事業者が使いやすいものとなるように、この補助金の使途なども含めて、制度の設計を早期に決定して、周知していく必要があると考えます。これに対して、政府の考えをお聞きしたい。宮本経済産業大臣政務官。枝委員にお答えいたします。今ほどご指摘ございました、まずグループ補助金に関しましては、これは特に激甚災害、砲撃の指定を受けた被害の大きかった栃木県、長野県、宮城県、福島県、これが対象となっております。被災事業者がグループを組んで申請をいたしまして、工場、店舗などの復旧に、を行う際にですね、原則としてその費用の4分の3を補助するという内容になっております。また、持続化補助金に関しましては、これは被災をした小規模事業者が対象となりますが、例えば機械設備やまた業務用の車両の新規購入、店舗の改装、また事業再開時の広告、宣伝費など、そういったさまざまな費用について、先に述べました4件に関しましては、上限を200万円、それ以外で災害救助法の適用地域がある10都県に関しましては、補助上限を100万までといたしまして、こちらは原則としてその費用の3分の2を補助する内容になっております。こうした支援措置に加えまして、今回ご指摘いただきました被災した自治体が、地域のニーズに応じてきめ細やかな支援を実施できるように自治体連携型補助金というものを措置をさせていただきました。こちらの補助金では、被害の状況に応じて柔軟にその制度設計をすることが可能でありまして、例えば中小企業に対する補助率を最大4分の3を、これを超えない範囲で自由に設定することができますので、自治体の独自性がここで反映されてまいります。すでに一つ、神奈川県横浜市が台風15号対策ですでに実施をしておりますが、その内容に関しましては上限3000万円、補助率が合計で4分の3という内容で実施をしております。さらにこうした支援措置をですね、被災事業者の皆様方に早期にしっかりとお届けし、お使いいただくことが何といっても重要でございますので、引き続き自治体と連携をいたしまして、制度設計をまず迅速に進めるとともに、制度創設後は説明会の実施等により、制度の周知を進めていって、早期に現地現場に届くように努めていく所存でございます。枝君。ありがとうございました。熊本地震の時もですね、このグループ補助金を創設したことで、この約5000社の中小企業がこの復旧をこの完成、しているところでございます。急速に復旧、復興が進んだ、これは大変大きなことでございました。それをさらに幅広く、この広げていくということで、今回のような、また今後の災害にも大変重要な、この自治体連携型補助金であろうかと思っております。しっかり自治体と連携して、この制度設計を迅速に、この組み立てて、この周知していただきますように、よろしくお願いを申し上げます。さらには、続けますが、この、避難に関する情報提供について、内閣防災にお聞きをいたします。昨年の、西日本豪雨では、自治体からの避難勧告、また避難指示が発令されていたにもかかわらず、この逃げ遅れて多くの方が亡くなられたわけでありますが、今般の台風19号でも、避難のタイミングを逃して亡くなった方がたくさんいらっしゃいます。で、西日本豪雨の教訓を踏まえてですね、今年3月に、この避難勧告等に関するガイドラインが改定されました。梅雨期からは5段階の警戒レベルによる情報提供も始まりましたけれども、避難勧告及び、この避難指示がともに、警戒レベル4であり、警戒レベル4で全員避難ということがですね、十分に理解し、また周知されていないように思うわけであります。で、避難所に収容可能人数を大幅に超える住民が殺到したというような場合もあり、他の避難所に行ってもらったという自治体もございました。そういう混乱も見られましたけれども、この全員避難ということに、の意味がですね、正確に理解されて、効果的な避難につながるというふうにしなければなりません。で、そこで全員避難とはですね、どのようなことを意味するのか、改めて伺います。その上で、警戒レベル4がですね、発令されたら、この確実に避難してもらうためにはですね、住民に危機意識を持ってもらうことが必要では
ないでしょうか。まあ、先日の委員会派遣でですね、この視察させていただいた福島県の本宮市では、まあ、避難指示については、高松市長が自ら防災行政無線で避難を呼びかけ続けたということを、まあ、おっしゃっておられました。まあ、住民に危機意識を持ってもらうためには、このような工夫も一つ必要ではないかと考えますが、まあ、今回の災害の教訓を踏まえて、住民へのこの情報伝達の在り方についてもですね、改善していく必要があると私は思いますが、いかがでしょうか。青柳政策統括官。お答えいたします。全員避難、これは災害リスクのある住民への避難を呼びかけているものでございますけれども、まあ、公的な避難所への避難のみを求めているものではなくて、まあ、親戚や知人宅等への避難や、まあ、屋内での垂直避難といった安全確保も求めるものでございます。まあ、すでに周囲で洪水等土砂災害が発生している、まあ、屋外への立ち退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねない場合には、近隣の安全な場所への避難、まあ、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、まあ、屋内安全確保を行う必要があるわけでございます。まあ、しかしながら、全員避難という呼びかけの趣旨が、まあ、十分に、住民に理解されていない、あるいは危機意識が十分に伝わっていないという指摘があることは承知をいたしております。また委員ご指摘のとおり、まあ、市町村長自ら防災行政無線で避難を呼びかけるということは、住民等に危機意識を持ってもらうための一つの有効な手法であると、まあ、考えられるところでございます。まあ、今後は中央防災会議のもとに設置するワーキンググループにおいて、災害リスクと、まあ、取るべき行動、また行政による避難の呼びかけに関する住民の理解の実態、こういったものは把握・検証した上で、住民への情報伝達の改善について、まあ、検討してまいりたいと考えております。委員長、江田君。よろしくお願いいたします。続けて、時間が、まあ、なくなっておりますけれども、続けて質問させていただきますが、改良復旧事業、まあ、創造的復興と熊本では言っておりますけれども、それについて、このお伺いをさせていただきます。まあ、先日の、郡山市の工業団地の視察では、阿武隈川の決壊と交流の決壊、支流の決壊で、この甚大な浸水被害が出ました。この決壊部分の現状復旧は完了しておりましたけれども、この郡山市の品川市長より、再度災害防止のためには、まあ、早期の改良復旧が、まあ、強く要望されたところでございます。まあ、災害復旧事業におきましては、まあ、原型復旧がこの原則とされておりますけれども、被災前の状態に戻すだけでは、まあ、今後、同じ規模の災害に見舞われた場合に、同じ被害が発生する恐れがあるわけでありまして、さらには、まあ、今、気候変動、地球温暖化によるこの災害の激甚化が、まあ、常態化し予測されているところでもありますから、まあ、この改良復旧による再度災害を、この防ぎ、合わせて、この地域の創造的復興を図ることが重要であると思うわけでございます。改良復旧をこの行うかどうかについてはですね、被災自治体の要望を踏まえて、まあ、政府が判断しているということでありますけれども、この被災自治体が復旧・復興計画を取りまとめる際の助けとなるようにですね、この改良復旧の具体的な採択事例などの情報提供を充実させて、その採択基準を分かりやすくする必要があると考えますが、政府の考えをお聞きいたします。国土交通省、護道水管理国土保全局長。お答え申し上げます。被災地をより災害に強く安心できる地域にしていくためには、再度災害防止の観点から原型復旧のみならず機能を強化する改良復旧を行うことは極めて重要であるというふうに考えております。国土交通省においては自治体に対して平時より改良復旧事業を含む災害復旧事業について出前講座や研修会等を開催しております。また発災後の10月18日に改良復旧事業の活用について文書により通知をするとともに、派遣したリエゾンを通じ被災自治体に周知の徹底を図ったところでございます。現在被災自治体において復旧に向けた計画を立案中であり、国土交通省といたしましては被災自治体の要望を踏まえ改良復旧に関する周知も含め
災害査定官がさまざまな助言を行うなど、海流復旧事業が適切かつ積極的に活用されるよう、引き続き全力で支援してまいります。江田君委員長、他の質問もさらに用意しておりましたけれども、時間が参りましたので、できなくなりました。申し訳ございません。この政府におかれましては、この災害復旧に、また復興にですね、全力で取り組んで、いただくことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に